ナルイバーアイコの乱は、1594年から1596年にかけて、ポーランドリトアニア共和国が支配するウクライナにおいて、セベルイーン・ナルイバーアイコが率いるコサックが起こした反、政府の反乱である。1594年7月、コサックの統領セベルイーン・ナルイバーアイコは、モルダビア公国への出兵から起陣し、コサックに、 ポーランドリトアニア共和国が支配するウクライナでの貴族政権を倒すようにと呼びかけた。その結果、共和国の政府側に仕えていた古いホーリーロボダーの登録コサックと、ウクライナ在住の町人や農民は、ナルイバーアイコの軍勢に味方し、政府と現地の貴族に対して反乱を起こした。1594年10月、ナルイバーアイコの反乱は、ザポロージャをはじめ、 ブラーツラウ地方、キエフ地方、ボルイーニ地方まで拡大した。12000人に達する反乱軍は、ウクライナのブラーツラウ、フシャーティン、カーニーブ、チェルカースイ、バール、ルーチク、スルーチク、モヒレウなどの大きな都市を陥落させ、貴族、聖職者、裕福な商人を殺害した。1595年の春、反乱軍は、ボルイーニ地方を略奪した後、 リトアニア領のベラルーシへ攻め入った。その時、ベラルーシで活躍する反乱軍を援助するために、ザポローダより、マトビーシャウーラが引率する、コサック軍も反乱に加担した。1595年末から1596年始めまでに、反乱の波紋は、ポジーリャ地方とガルツヤ地方まで及んだ。1595年12月、ポーランドリトアニア共和国の政府は、 コサックの反乱を鎮圧するため、スタニスワフ・ジューキエフスキが率いる軍隊を派遣した。1596年1月末、ナルイバー・イコが指揮する1500人のコサック部隊は、ボルイニ地方へ撤退し、ウーマニの森林を通って、ビーラツエールクバへ到着した。1596年4月2日、ナルイバー・イコロボダーシャウーラの諸部隊が、ビーラツエールクバで合流し、 現地の貴族の軍勢を破った。しかし、ホーストルイーイカーミン協国での決戦において、反乱軍は政府軍に負けてしまい、サガンウクライナのルーブヌイ地方へ退いた。1596年の春、反乱軍はルーブヌイ周辺、ソロヌイーツや側の歌詞で陣を取ったが、数に勝る政府軍によって取り巻かれた。政府軍は2週間内で、 反乱軍の防衛線を突破することができなかったので、反乱軍に加わっていた登録コサックに密集を送り、武器を捨てることと引き換えに登録コサック全員を射免するを約束した。反乱軍の平良コサックと庶民は、登録コサックの長官が政府軍と密約していることを知ると、登録コサックの大長ロボダーを殺害した。それにもかかわらず、年月日に、 登録コサックの長官の一部は、反乱者を裏切って、ナルイバーイコや、シャウラなどの反乱軍の司令官を捕らえ、政府軍に渡した。密約を信じた登録コサックは、政府軍との交渉を開始しようとしたところ、政府軍は急に、コサックの陣営に攻め入り、老若、男女を問わず、反乱者の数千人を殺害した。殺害を免れたコサックの小部隊はザポロージャへ逃亡した。 ナルイバー以降をはじめとする6人の反乱軍の司令官はポーランド・リトアニア共和国の首都ワルシャーへ送られ1597年4月21日に厳しい拷問の後処刑された18世紀コサックの知識人が作成した年代記歴史書や文学作品などではナルイバー以降の乱はコサックによるカトリックのポーランドから 生協のウクライナの独立戦争として説明され、ナルイバーアイコ自身はコサックの英雄、生教会の殉教者として描かれている。こうした見解は、ロシア帝国、ソ連や独立したウクライナの研究史にも見られる。しかし、ナルイバーアイコの乱についての確実な資料において、反乱はポーランド人対ウクライナ人という民族紛争であったこと、または、 カトリック対政教という宗教戦争であったことを裏付ける証拠が見られない。近年の研究では、ナルイバーアイコの乱は、ポーランドリトアニア共和国におけるもっぱら社会的な、紛争、反封権的戦争であった、という考えが浸透している。反乱者は宗派を問わず、カトリックや政教の寺院を略奪したことについて16世紀末のバルクラブの年代記が記している。また、 政府軍には、オストロージクイクゲをはじめ、多くの聖教徒のウクライナ人貴族が参加していた、ことも知られている。ゼーボルト、1996、ありがとうございます。